はいどうも皆さんこんにちは。突っ張ることが男の、たった一つの勲章だって。このまんじゅうが鬼信じて生きてきた、霊夢です。今日は昼下がりの公園で事件だぜ。ブランコ殺法。公園でヤンキーがブランコの鎖で首を絞められ死んでいた。他に外傷はあるか？まずいろいろ突っ込みどころがあるわね。今時こんな絵に描いたような、リーゼントの不良なんているのかしらね。まあ確かに見たことはないな。なんか頭の上に、クロワッサンが乗ってるみたいだよね。やめろ霊夢。この人たちにそういうこと言うと、えらい切れられるらしいんだぜ。まあそれは置いといて。この胸の傷がその外傷っぽいわね。三つ並んだ刺し傷っていうのが奇妙だぜ。現場から凶器が発見された。それはどれかしら？この砂かき棒がそれっぽいな。確かに凶器としても使えてしまうわね。この凶器の持ち主は誰かしら？子供の遊び道具だから。この砂場の子供みたいだぜ。ムカついたからスコップでやっつけたらしいわね。いやいや、それどういう状況だぜ。仮に砂かき棒で刺せたとしても、子供の力でどうやって鎖に吊るしたんだぜ。さすがにちょっとね、ヤンキーに腹を立てた理由は？こちらの解説はコメント欄で、